ました大分オートポリスでございますが、やっぱり景色が綺麗でいいところですよね。お三方はもう見慣れちゃいましたか、どうでしょう。僕ね昨日夜入ったんですけども、はい、まあ、九州は本当よくねお邪魔するんですけど、改めてあの去年のね、はい、あの地震の影響で57号線とか通れないとかっていうと、まだまだねあの大変だなっていうのをね、あの改めて感じたので、みんな頑張ってくださいね。義援金の募集もね受け付けているので、ぜひね皆さんこちらもねご協力いただきたいですよね。あの僕今年も4回目のいろんなカテゴリーで来るので、はい、4回目のオートポリスですが、でその都度いろいろトークショーとかもするんですけど、うん、今日がまだ一番景色がいいですね。あの大体いつもねあのテントが吹っ飛びそうな風の中、はい、10メートル先が見えない霧の中とか、土砂降りの中みんなびしょ濡れとかですね、でそんなことが多いんですけど、はい、今日ちゃんと皆さんの顔も見えてテントも飛ばないようなコンディションなんで、はい、だいぶマシじゃないかなと思います。日差しも強くないのでね、あの見やすい環境かなと感じますね、はい、でも明日なんか風強くなりそうな気配ですね。台風が来てるからでしょうかね。オートポリス来るといつもGT の話しなきゃいけないのに、なんかこう、はい、のりなんかこう逃げて逃げて最後に周りにいる犬の話とかあの犬はどうなのか、そういう記憶しかないんですけど、あそこに犬がいるの知ってる人います？売っちゃったもんね、いるよね。意外と少ないんですね、オカミ犬。あれは飼い犬？ノラ？あ、そう。ノラ？でも今あれ2匹いますよね。2匹いますよね。2匹います、はい、うんうん、あれは名前はジョン。名前あるんですか？見たことある方少ないですね。でもオートポリスを帰るときに右のあのあっちのあの熊本方向にね、はい、ミルクロード方向に行くと、最初のこうヘアピンみたいなとこ曲がるとですね、犬が道の真ん中で寝てるんですよ。あ、犬が寝てるんですか？道路で道の真ん中で寝てるんですよね、いるよね。でかわいそうなね、そのね、はい、みんなで犬で捨てられちゃったのかなって話をしてるんですけども、はい、その話続きがあると長いんで、はい、谷口くんがブログで書くんで、あ見てください。谷口選手ブログにそのことを書いて、続きの話があるんですごい面白いです。私もじゃあ、はい、なんかありましたっけ、あの滑らない話犬じゃなくてバンバの話ね、それね私も読ませていただきます。さあ、といったところでですね、まず第5戦の富士から振り返りたいと思うんですけれども、よろしいでしょうか。はい、去年まではこのトークショーが大体谷口さんと右京さんで出てることが多くて、そうですよね、僕はあんま出てなかったんですよ、はい、で今年急になんで呼ばれるようになったんだろうってさっきお話をしてたら、はい、2人だと話が多分もう道を外れたりまとまらないから、まとめ役に呼ばれたんじゃないのかっていう、その通りです、話なんですけど、僕もなるべく頑張って脱線しようかなと思って、ぜひぜひまとめをしていただけます、助かります。あの今回の意気込みとか、はい、明日に向けてとか、予選を何位ぐらいになりますかっていうところからそれよと思って話を。あ、じゃ あの私が今質問した第5戦の振り返りというのは、これは第5戦ってなんだっけ。あーと、そう来られましたか。富士ですね。あ、富士ね。富士何やったっけ。一番前まで長かったことしか覚えてないですね。最後スバルを追い越したぐらいですけど、あれが追い越して何位だったのかが思い出せない。8位ぐらいじゃない。8位か9位かそんな感じですね、はい、基本的に多分優勝したレース以外は記憶が全部薄いんですよ、はい、なんでほぼ最近過去2年記憶喪失ですね。オートポリスで勝ったのは Z4 の時以来ですかね、はい、そうですね。 Z4 の時に勝ったんですよ。だからあれからもうかれこれ20年ぐらい経ちますね。AMG になってからはなかなかオートポリスでは勝ってないですね、はい、いいでしょうか。ですが調べましたところによりますと、一番いい順位で5位という記録もあるので、ベンツで、メルセデスで、メルセデスで戦ったと思います。一番良くて5位ってまあまあ寂しい話ですねこれを今回塗り替えていただきたいな、そんなお話をしていただきたい。正直ね、毎年シリーズ争いの一角にいるもんで、はい、ここに来る頃には
重りがだいぶ乗って重たいんですよ。そうですよね。だからオートポリスは勝ちにくいっていうのがいい理由。難しい。今僕ら軽い。今は37キロしか乗ってないからね。はい、37キロ。本来なら頑張りますと言いたいんですが、はい、ちょっと雲行き悪いですね。どうでしたか。このトークショーできれば、はい、フリー走行の前にやってほしいんですよね。そうするとまだ前向きに結構いけるはずなんですけど、はい、まあまあフリー走行をやった後にですね、現状把握した後にここ来ると、うん、あんまりこうでかいことがなんか言えなくなっちゃうかなみたいな。レースやってて、はいはい、予選前とかにこのくらいこう、まずいなっていうのはね、なかなかないんですけど、今日ちょっとそういう状態で。そうなんですか。僕はね、高地というか高いところなんで、はい、ターボ車が絶対有利なんですよ。ああ、なるほど。だから FIA GT3 っていうとターボ車、はい、GTR とかがかなり有利で、はい、マザーシャーシーも軽い。あとは軽いね、マザーシャーシーが絶対有利なんで、はい、先ほども早かったさっきのね、フリー走行も52号車のマザーシャーシーがトップだったんですが、はい、セクター1、2、ダブルヘアピンのところまではですね、そんなにみんなのタイム変わらないんですよ、はい、ただ下ってウニョ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 って登ってくるだけで1秒早いんですよ。そこでまあ重量がね200キロ以上違いますから、はい、上りでさらにこうツイスティーなところで、まあ、なので例年 JAF 車両、まあ、マザーシャーシー、はい、ターボ車っていうところがもう有利になるので、はい、まあ、我々がそのどう言ってもこう有利側にはですねならない。ただまあうまくレースを運んで、まあ、何とかしようというんですが、はい、その辺はもうあとは右京監督の采配かなと思って。はいはい、まあ、まあちょっと年力ぐらいは送っときますけど、ただ年力をそれでもね、ほんとさっき言ってみたいにチャンピオンシップに毎年ちゃんと絡んでるんで、そうですよ、ね、ここをちゃんとねギリギリ、最後は運転手じゃないですか。だから、はい、まあ本当にこうは言ってるけど諦めないで最善は尽くすんですよ。でギリギリのところでやるけど、まあその持ってるさっき言ったものでどうしてもハンディキャップを背負ってると、はい、こうギリギリでもさっき言ったように5位とかね、もっとそれを乗り越えなきゃチャンピオンっていうものが取れないんで、はい、だけどまあ今路面とかね、天候とか、はい、いろんなその路面温度とかっていう部分でさらに厳しい難しいっていう状況ではあるんで、はい、まあ、ただ諦めたわけじゃないですよ、はい、ここは行ってもドライバーってヘルメットかぶってハンドル握ると前しか見ないんで、うんうん、まだ諦めてないんですか。あれあれどっち側で外されたな。そうは言っても粘り強い走りで、この後の予選私たち長いでね、いい結果を出してくれると期待しているんですけれども、どうでしょう谷口選手、この後の予選は。うん、察していただければいいかなと思いますけど。察する、はい、そうおっしゃってますけど片岡選手。そうですね、ポールポジションはないと思います。フロントローもないと思います。フロントローはない。3位ぐらいはないと思います。じゃあ4、5、6ぐらいはギリですね。可能性が出てきますからねっていうような、まあ、はい、塩梅ですかね。なるほど。そのフリー走行、練習走行での感触では予選が厳しいなというような。それさらに掘り下げます。よろしいでしょうかね。お腹痛くなって明日の決勝は期待できるの。正直ね、GT を戦う上で、はい、勝つとハンディウェイトっていうのをどんどん乗せられて重くなっていく、はい、レースなので、はい、結局、まあ、最初に勝っても途中で中だるみして、まあ、後半までちょっと苦しい思いしながら、残り3戦ぐらいがすごく大事なんですよ、はい、で この今回が残り3戦のうちの一つで、はい、オートポリス、スゴ、モテギと続くんですが、はい、この3連戦さえ勝ってしまえば、例えば今回勝てば、はい、次のレースってハーフウェイトになるので、はい、そんなに重りが効かない、獲得ポイントかける1キロなので、はい、なので今回勝って次勝って次勝ってってなったら、もうほぼチャンピオンの可能性がかなり濃厚になるんですよ、はい、っていう淡い期待じゃない淡い話はあるんですが、我々にはちょっと遠そうですね。もう何が起こるか、高低差のあるこの難しいテクニカルなサーキットですし、まあでもね、こんなこと言いながら実はみたいな、実は
みたいなの期待するかもしれないですけど、はい、ないですから。ないんですか、はい、そこ何か。あの、もともとその僕らのメルセデスという車両はすごくパフォーマンスが安定してるんですよ、はい、どこのサーキットでも苦手なところがないんですよ、はい、ただやはりその逆にその分突き抜けて得意なところもないので、はい、シーズン通して考えれば結構戦えるんですけど、はい、ただやっぱ単発単発レースで見て、うん、じゃあ勝てますかってなると結構こう本当にいろんなものがうまくいかないと、はい、まあ、厳しいのかなと。トークショーに来て、なんだろう、このネガティブなことを言うトークショーなかなかないですよね。大体みんな嘘でも頑張りますとか、うん、優勝目指しますとかって言いますからね。逆にこの、避けてからの結果でそう思うでしょう。思ってます。そう思うでしょう、はい、そんなの全くないから。でも私たちみんな応援でね、いや、それは本当にありがたく感じ、はい、ありがたいです、嬉しいです、はい、皆さんに応援していただけるのは、はい、僕たちのことをね、だから応援してもらう中で、ね、あ、なんか苦しそうだなって何も知らないと状況つかめないじゃないですか。でもこれだけ聞いてればあんな中でも頑張ってるんだなって思うじゃないですか。決して諦めてないらしいよっていうね。はい、それはこうね、人生やってるとね、たまにはいろんなこう災害も来ちゃいますよ。はい、でもね、生きるってことは大変だからね、少々ブレーニングができたってピックアップがあったってね、頑張んないと。で、今災害レベルですか、これ。災害でした。ピックアップがあっても頑張らないと、はい、そろそろやめた方がいいかもしれないですか。危ない領域に入る今なんで見込み始めましたね、危ないですね。俺も危うく乗っちゃうとこだったよ。このために僕呼ばれてるのかもしれないですね。それ以上ダメっていう。右京さん結構はい、アクセル全開でいっちゃうタイプ。私ちょっと今変なあだ名があったんでね。変なあだ名があった。髪もあったんで、はいはい、でもまあそういう意味でも、でもほら今本当にポジティブにいってる。いろんなことがあるけど頑張ろうよ。はい、頑張ります。今は正直ダメな時期です。ダメな時期、難しい時期、はい、これから頑張って上がっていかないと、はいはい、でも人生は山があって谷があって、山があって谷がある方が早く前に進むらしいですから。でもずっと谷だとね、なかなかいつ浮上するか分かんないですけど、早いかもしれないです、落ちていくの。確かにね、またトーンが変わってきてるけど。というか、これから生物だから、生き物でしょ、サーキットって。サーキットはやっぱりいろんなコンディション変わるから、はい、まあ、その中で、安定して2人の力でいつもなんとかつないできてるからね、はい、今回も応援してもらってたら頑張っちゃうでしょ。はい、私たちみんなで応援しましょう。皆さんよろしいでしょうか。そうじゃないと終われないんで、よろしくお願いします。といったところで、ちょうど時間が来てしまいましたので、お立ちいただきまして、最後にお集まりいただきましたグスマファン、横浜タイヤアドバンファンの皆さんに一言ずついただきたいと思います。それでは片山監督から頂戴いただけますか。はい、もう何度も何度も言いますけども、いつも言っているような気もしますけど、どんな状況でもこの2人全力は尽くします。もう無線で口ばっかり言いますけど、はい、でも全力は尽くします。諦めません。だから応援よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、今日はですね、うちのエースが Q1 行きますんで、お、はい、お、急にエースになったんですね。Q1 僕まで無事、僕の仕事が Q2 あるかどうかは分かりませんが、あったら頑張ります。応援してます。頑張ってください。トーク選手、はい、ちなみにレース中に無線でずっとぼやいてるのはエースですから。ぼやきのエース、ぼやきのエース。はい、まあ皆さんね、わざわざ集まっていただいて、本来こういうトークショーでこうなんですかね、元気なエネルギーを皆さんにこう与えて笑顔になってもらうんですが、むしろ今僕らのこのネガティブなのをなんとか持ってってもらおうかなと。みんなで吸ってください。なんで帰りに何か不幸なことが起きても我々のせいではございませんので。はい、まあとはいえですね、とにかく全力尽くしますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあ、こちらトークショーお忙しい中お越しいただきましたのは、グッドスマイルレーシングより片山監督、谷口選手、片岡選手でした。皆さん大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。さあ、そして悪いものを皆さんいっぱい聞いていただき